CS 進出はもう絶望的だ。セヨニーの広島は一日の3位。DNA 戦、横浜2、21-3で逆転負けを喫し、3ゲーム差に突き放された。試合後の新井高弘監督、47、は、自分たちがやれることは残り3試合。今日もたくさんのファンの方が来てくれているので、いい試合をお見せできるように。 と前を向いたが、就任2年目で初の B クラス転落が現実味を帯びてきた。首位で船出した9月は5勝20敗の大失速。優勝は愚かしい S 県内からも脱落する急降下ぶりは信じがたいが、多くの球団関係者からは、現場はこれが精一杯。むしろよくやっているというか、これが実力、とかばう声も聞かれる。特に月間打率は打率2割4分1厘。 4本塁打、59打点と急激に悪化。得点力アップへ大体案すらすでに尽きた状況だ。しかも昨期まで中軸打者だった西川は FA でオリックスに移籍。その穴を現有戦力の底上げで埋めようと試みた。さらに超打力不足を解消するべく獲得したシャイナー。レーノルズのスケット勢は2人で1本塁打。 7打点と大外れでシーズン終了を待たずに契約解除となった。昨季56打点だった西川がいなくなった今季はここまで405得点。昨季が493得点だったことを踏まえれば、現状が限界というわけだ。フロント関係者は、秋山、菊池の昨年以前からのレギュラー格だった選手に加えて、今年は小園、矢野と二人がラインアップに定着した。 フル出場中の小園、61打点は打点で西川の数字をカバーしたし、矢野にしても打撃面で確実に役割が確立されたからこそ、試合に毎日出られている、と指摘。昨季にはない個々の上積みも、なきにしもあらず、という。とはいえ、打線の深刻な破壊力不足は部位した荒い恋が残した大きな課題の一つ。 今オフには現場とフロントが改善に向けて動く必要がありそうだ。